かかってこういう世界監督の内田由紀と申します。よろしくお願いします。浜田真希役佐藤亮です。よろしくお願いします。なんかこう対談をするっていうのがちょっとあの初めてなので、ちょっとドキドキしてます。よろしくお願いします。はい、なんかこの作品の、はい、きっかけとかからお話ししていいですか。はい、はい、お願いします。あのご存知ですか、ここ どういうふうにこの作品の作品を始めたか。いや、監督とあと脚本の高中さんで作られたっていうことはちょっと伺ってたんですけど、うん、その最初からのエピソードとかは全然存じ上げないところがいっぱいあります。なんかその最初もともと本当の一番最初は、うん、あの脚本家の梶原亜希さん、はい、あのこの作品だとプロデューサーで入っていただいて頼られてるんですけど、はい、あの私 あの学生の頃からお世話になっていて、うん、あの梶原亜希さんからその若手の女性監督の企画があるからやってみるかっていうふうに声をかけていただいたのがきっかけで、ただその時私あのバリバリに正社員で働いてたので、あ、そうなんですね、どうしようかなって思ったんですけど、はい、まあ、でもその月のうちに仕事を辞めて、うん、これのそのプロット作りの方に入っていったっていうのがきっかけなんですけど、そうか、その全然脱線しちゃうかもなんですけど、普通の正社員っていうのは全然この映像系とかは関係ないお仕事なんですか。もう全然関係なくアパレル企業、おうおう、あの自主制作で映画は撮ってたんですけど、はい、普通に仕事してお金貯めて映画撮ってみたいな感じでやっていたところに、ね、あの商業映画のこう、はい、お話をいただけたので、ぜひという感じでやらせていただいたんですけど、うん、すごい、やめてすごい勢いよく、気分も勢いよく、うわすごい勢いで突入した作品ではあるんですけども、はい、その、まあ、そういう若手監督、うん、まあ、自分であれですけど、はい、若手監督のそういう規模の作品っていう、こう、うん、オファーを受けた時ってどうでしたか。もちろん私も一番最初に映像作品に関わったのは、まあ、自主制作といいますか、あの、まあ、インディー映画だったんですね。なので入るとしてはすごく自分には慣れているところがありましたし、なんかこう映画ってそれこそサイズ感とかじゃなくて描きたいテーマだったりとか中身がすごく大事だと思っているので、あのこれがテヤさんだからとか、例えば、まあ、テヤさんってインディーズだからとかサイズがどうのっていうよりかはすごい素敵だなと思いましたし、その監督が女性で脚本家も女性でっていう、まあ、ちょっとそれがこうすごく前面に押し出てるわけではないけれども、同じ女性としてこう描きたいテーマだったりとか、なんかこう成長していく作品っていうのにすごく興味を持っていたので、うん、あのお話いただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。結構この今回 の浜田真希っていう役が、はい、その割とこう一筋縄ではないラブストーリーなので、うん、その在日韓国人の方たちのこととかも、うん、あとはその自分自身 の仕事に対して割と脚本家を目指しているけどうまくいかない、うん、恋愛もあんまりうまくいかないみたいな役どころだったと思うんですけど、はい、その脚本を読んでこうどう思いましたか、自分のキャラクターに。ですね、やっぱり、まあ、実年齢よりもちょっとだけ年下の役だったっていうのもあって、こうお仕事に対してのこうもがきだったり、まあ、悩みだったりそういうのもすごく共感するところがあって、今まで自分の通ってきた中で、あ、こういう悩みあったなっていうところもすごく共感するところがありましたし、ただラブストーリーっていうところに関してで言うと、私あんまりラブストーリーをやっててなくて、数がすごく少なかったので、しかも、まあ、キャラクターの年齢というよりかは日場さんが結構年がちょっと離れているということもあって、そこがすごくドキドキ緊張感があって、なんかこう恋愛になかなかこう積極的じゃなかった真希がこうどういうふうに変化していくのかっていうところを演じる過程といいますか、なんかそういうところも結構感情がすごく豊かに表出されてくるタイプの女の子ではなかったので、なんかそこをこう自分の中で葛藤を抱えているっていうところを、まあ、どう表現していくのかっていうことと、まあ、在日だったりすごく繊細なテーマだと思う
ので、まあ、そことラブストーリーっていうその障壁自体の繊細さも大事にしながらっていうのがすごくバランスが難しいなと思いながら、そうですよね、やりました、はい、なんか私もその私もあまりラブストーリーを自分で脚本書くんですけど書いたこともなかったし、あんまりラブストーリーには彩ったことがなかったので、私もあんまりその得意分野というか慣れている分野ではなく、なおかつそのやっぱりその本当にその題材があのすごく大事な在日韓国人、あの差別がダメだとか私が差別をされているっていうことではなくて、差別心に気づいたっていう、ちょっとその、まあ、特殊な割と話だと思って、はい、ただその今まである在日韓国人の方とか朝鮮人の方が使った映画で割とこうなんですかね、喧嘩だったりとか、そういう暴力的なものとかだったりとかも割と、まあ、名作たくさんあるんですけど、っていうよりはまさきはポップなラブストーリーにしたくて、そういう内容は孕んで、牧野の中に孕んでいるけども、だけどその作品の見た目としてはポップなものにしたくて、だから牧野のキャラクターも割と明るいというか、あてらかんとしていて、だけどうちに秘めたこう、うつうつとしたものがあって、すごく難しかったことだなって思うんですよね。すごくそのバランス感とか、すごい繊細でしたね。なんかそのインする前に割とそこら辺の話し合いをすごく佐藤さんさんとさせていただいて、なんかお互いにどうしたのっていうのはありましたよね。すごく印象に残ってます。そう、ラブストーリーだけで見たら障害をそれぞれに抱えてるその壁を乗り越えていくボイミズがあるというか、まあ、海ゆりというか、そういう要素だと思うんですけど、やっぱそのテーマがすごく繊細だったっていうところが、まあ、この作品の良さでもあると思うし、一番難所だなっていう感じ印象です、うん、なんかその自分との戦いみたいな、そのかかってこういう世界って自分との戦いの作品なんですけど、はい、そこをその佐藤さんがすごくこう組んでくださっていて、マッキーの要素の部分というか、あの何て言うんですかね、こう恋愛恋愛恋愛に生きるんだっていう感じの女性ではない部分をすごくしっかりこう演じてくださっていて、それはあの撮影中に、まあ、こうどん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 マッキーが深くなっていくなっていうのは佐藤さんを通して感じていただいて、すごく印象的でした。ありがとうございます。なんかこだわりのシーンというか、私その冒頭のシーンがこう脚本の段階では点描で書かれていて、なかなかこう映像になってみないとわからないところが結構あったんですね。で、ナレーションを声を入れるっていう時に初めてその映像を見たんですけど、なかなかこう今までに見たことのない結構エッジの効いたオープニングになっていて、なんかこうちょっとアニメーションっぽさとポップな感じと、でもこうちゃんとこう、まあ、状況を説明していくというか、そういうところ、あの映像の感じはこうどういう風に作ったのかすごい気になってたんです。なんかいや、オープニングびっくりされましたね、結構なかなかポップな、もともとはあの空いたオープニングっていうのは想定にはなかったんですよね、うんうん、その最初のその点描の描写だったんですけど、きちんとオープニング、ね、アニメーションのオープニングはなくて、ただそのやっぱりこの話、作品の中で、あの、牧野相手役の国秀、在日韓国人3世の国秀さんの方がやっぱり抱えてる、背負ってるものが大きくて、編集し終わった後にこう国秀の方がちょっと重たい感じになっちゃったんですよね、一番最初の仮編というか最初の編集の段階で、で主人公は牧だけどやっぱり国秀の背負ってるものの見え方がすごく強くなってしまったので、そのプロデューサー陣と話し合っている中で、もうちょっと牧野の人生をバッと紹介できるような、牧にグッと引っ込ませられるようなオープニングを、牧と母親とか牧と家族っていうテーマをすごく重いテーマとしてこの作品の部分にあるけど、それがちょっと見えづらかったので、そこをちょっと分かる、あのすぐに分かりやすく伝えられるようなオープニングを作ろうってことで、こう後から作ったオープニングだったので、そういうことだったんですね。私もあのドキドキしました、佐藤さんこの突然のオープニングを見て
おおみたいな、まあ、逆に言うとその段階ではその部分しか見ていなくて、その先を見ていなかったので、こうやって始まっていくんだっていう、こう意外性もあったし、意外なんだけれども、なんかこう今までに見たことのないこうエキセントリックさというかそういうのもあって、これはこれからどんな映画がここから進んでいくんだろうっていうワクワク感。もちろん中身は知っていますし、その編集とかでもちろん最終的に見たものになっていたけれども、なんかこういうふうに分かりやすくここに始まっていくんだけれども、すごく大切なところに知ったの、なんで着地しているというか、なんかそこがすごく導入が大事なんだなって改めて思って、なんであんな動画になったんだろうっていうなかなか聞くタイミングなかったので、本当そうですよね、初めて聞いてみました。もともとその最初このテーマ、繊細なテーマというか、重たい割とテーマが家族に関するもの、自分に関するもの、仕事に関するもの、生き方に関することとか、結構人生の中の重たいテーマが点在している作品なんですけど、それを抜いてラブストーリーとして見るとすっごいシンプルな話なんですよね。そうですね、あの素敵な人と出会ってここに落ちるで、一つ障害があって乗り越えるって、本当にただそれだけのシンプルなものなので、なんで割とこう最初はすっごいザ・ラブストーリーってこうどんどん後半からこう崩れ落ちていくわけじゃないんですけど、そんなにうまくはいかないっていう、ちょっとこう作品のなんていうんですかね、テイストというか雰囲気が変わるような作りにしたいなっていうのはあって、なんでその最初もともと予定してたオープニングではなかったんですけど、でもオープニングをつけることによってよりそのやりたかったことが明確に分かりやすくなったかなとは思って、家族のテーマというかアイデンティティですよね。その負けにとってもアイデンティティをも探し求めてるし、まあ、国もそうだし、なんか、まあ、そう、なんかそれぞれのキャラクターのアイデンティティと、その他者とのつながりというか関わり方とかっていうのがすごくあのテーマになってるっていうのがあの伝わったし、あの途中でこうまあ、いろんなキャラクターと出会っていったりする中で、まあ、私は意外とたくさんの人にもうなんか全員には会ってるんだけど、会ってない人ももちろんいて、その映画のバッテルの方と か, なんかどういう撮影になったのかなっていうふうに気になってたんですけど、全くこう密密に撮影っていうこともあって、なんかその在日っていうことをテーマに、あのバッテルの映画会社の方っていうのはどういうふうに撮影が進んでたのか、なんかすごい楽しい、なんか電話のシーンとか可愛いシーンもいっぱいあるし、やっぱりこうそれぞれの思いがこう葛藤があるシーンもあるし、こんな感じだった。パステルのシーンはとにかく和気あいあいとした、和気あいあいとした会社っていう、特にあの在日韓国人の方で、あの社長のスヨンさんも、先輩のソジュンさんも、それ名ではなくて韓国名で仕事してるんですけど、でもなんていうか別にだからといって会社が殺伐としてるわけでも、なんかそういうすごくものすごい何か思想を持ってとかっていう会社なわけではなく、映画が好きで働いてる人たちなので、そこはなんか何ていうんですかね、男たち、そしてあのういちゃん、自由なういちゃんがいたらきっと楽しいだろう、楽しい会社だろうって、なんか私はアメリカのこうホームコメディドラマみたいな雰囲気で撮りたくて、もうなんかほんとそのまま皆さんなんか現場も和気あいあいとされてたので、役者さんたちがほんとにそのまま撮って和気あいあいとしてましたすごいアットホームな会社の感じがすごい伝わってきて、一発目もちろんなんか脚本知ってて見てっていうことではなく、一発目からあ、ここすごく仲のいいほわっとしたいい会社なんだなみたいな感じがします。その撮影の現場も、撮影現場もあの制作の、この映画の制作の会社の実際 の,、あの会社を使っていて、その映画撮影が始まる前から私はそのそこでこう制作会社のプロデューサーたちが働いてる、それも割と和気あいあいと働いているんです皆さん自由な感じでいろんなことを言ったり、まあ、言い合ったりすることもあったり、
なのでそれを割とそのままこうパステルに持ち込めたかなっていうのは、私は本当にあそこで撮影をできることがすごく嬉しかったので、もうその雰囲気をそのまま出せた感じでした。だからやっぱりマッキーの部屋のお家で父の撮影とはまたちょっと全然違かったなとは思います。お家のシーンから結構ほとんどこうギュッと撮影が始まって、なんかお部屋の作り込みもすごく良くて、東京ボーダーレス TV。